大谷の行動にヤンキースの監督が感動。敵将をも魅了した大谷の驚くべき仕草とは？ワールドシリーズ第2戦で左肩を亜脱臼するという予想外の事態に見舞われた大谷選手。チームメイトも観客も大谷選手を心配する中、チームやファンのために怪我を押して全試合に出場した大谷選手に称賛が送られました。そんな大谷選手にヤンキースのアーロン・ブーン監督が驚くべきコメントを寄せたのです。今回は心温まる大谷選手とブーン監督の関係について紹介していきます。10月27日に行われたワールドシリーズ第2戦のヤンキース戦で、大谷選手は1番指名打者で出場しました。ドジャースが3点リードという優勢で迎えた7回、大谷選手は次の1点をもぎ取るために2塁を試みましたが、惜しくもアウト。そしてこの時スライディングで左肩を亜脱臼してしまったのです。大谷選手は苦悶の表情を浮かべながら左肩を押さえてベンチ裏に下がりました。ドジャースのロバーツ監督やチームメイトだけでなく、ヤンキースの選手たちでさえも大谷選手を心配する中、思わぬアクシデントに5万人の観客と共にスタジアムは一瞬で静粛ムードになってしまいました。しかし大谷選手の勇姿を無駄にするまいと、ドジャースはその後も果敢に戦い、見事勝利を収めることができました。ただ大谷選手は最後までグラウンドに姿を現すことはなく、試合が終わって数分後にトレーナーと共にロッカーを後にしました。大谷選手の第3試合への出場が危ぶまれていましたが、怪我が完治していない状態にもかかわらず大谷選手の第3試合出場が発表されました。そして試合前、ヤンキースのアーロン・ブーン監督は大谷選手の試合出場についてインタビューを受けた時、思いがけない発言をしたのです。辛そうに肩を押さえながら退場していく翔平を見て心配していました。翔平は素晴らしい選手なので翔平の無事を祈っていました。私たちヤンキースは相手チームが万全の状態で戦いたいと思っています。だから心配ではありますが、次の試合も翔平と対戦することができて嬉しく思っています。ドジャースにリードを許し、自身のチームが劣勢にもかかわらず大谷選手を心から気遣うブーン監督、そんな彼の姿勢にファンからたくさんの称賛が送られました。そうして迎えた第3戦、フルスイングを見せた大谷選手にファンは一瞬安心したものの、一塁に出塁した大谷選手は左手でユニフォームの襟を持ち、左腕を固定しながら走塁していました。そんな痛々しい姿の大谷選手に不安に駆られる人々でしたが、大谷選手は自分は大丈夫とでも言わんとばかりにインタビューで怪我の状態について語りました。痛みは徐々に引いてきていますし、自分のスイングが戻ってきているなと思っています。テーピングをしていたのでいつもと違う感じに違和感はありましたが、そこまで大きな違いはありませんでした。右肩を怪我していた方がきつかったと思うので、左肩で良かったんじゃないかとも思っています。またこの試合前に大谷選手がチームのグループチャットにメッセージを送っていたことをマックス・マンシー選手が明かしました。そのメッセージには、大丈夫だ、試合に出るつもりだと綴られており、自分のせいでチームの士気を下げるわけにはいかないという大谷選手のチームへの気遣いが込められていたのです。こうしたメッセージを送ったことについて大谷選手は、試合に出たいという自分の気持ちだけではなく、検査を受けて適切な処置をすれば試合に出られるという状況だったので、自分のベストを尽くすよという意味を込めてメッセージを送りました。フレディも怪我をしましたし、全員が常に万全の状態だとは限らないので、その中で自分のできることをやればいいと思っていました。個人的には試合に出て最善を尽くして結果を残そうという気持ちでいました、とメッセージは決意表明だったことを明かしました。いつもチームのことを考えベストを尽くしている大谷選手らしいコメントですね。そしてこうした大谷選手の発言や彼のチームへの思いを聞いたブーン監督は、翔平の発言に感動しました。翔平は怪我を負いながらもチームのために出場してベストを尽くしてプレーをしていました。ドジャースも翔平がチームにいるかいないかでは変わってきますし、相手チームである我々にとっても翔平の存在はとても大きいです。翔平の姿勢とメンタルの強さにはいつも驚かされています。ワールドシリーズを通して翔平がどれだけ大きな影響を与えているかを改めて実感しましたし、翔平は本当に特別な選手です。野球はただ単に勝ち負けを競うのではなく、選手同士尊敬し合ってお互いに競い合うことが大切です。大谷選手を見ていて改めてそのことを実感することができました。そういった意味で彼には感謝しています。ブーン監督の言葉から大谷選手への尊敬の念がひしひしと伝わってきますね。
ブーン監督は2018年シーズンにヤンキースの監督に就任し、球団を導いてきましたが、そんな中で大谷選手に対しては以前から絶賛していました。翔平はエリートクラスのパワーを持っています。そして人々を釘付けにする特別な才能を持っているのです、と大谷選手がエンゼルスに在籍していた頃から大谷選手のスター性を見出していたのです。そして同年にヤンキースのミゲル・アンデュハー選手を破り、大谷選手が新人王を勝ち取った時、ブーン監督は素直に敗北を認めました。翔平が新人王を獲得したことは当然の結果だと思います。彼は受賞するに値する素晴らしいプレーをしましたし、 MLB 初の二刀流を実現させたのです。翔平は本当に素晴らしいシーズンを送ったと思います。さらに2023年4月19日に大谷選手と対戦した時には、翔平はこれまで見たことがない特別な才能を持っています。そして彼のような才能の持ち主には今後二度と会うことはないでしょう。人々が翔平に驚愕することは当然だと思います。翔平の野球は本当に信じられません。また大谷選手の印象的なスキルについて問われた時には、スピードです。翔平の能力についてこの話題が上がることはほとんどありませんが、彼が走っているところを見た時、あいつはスピードもチーム最速なのかと思ったくらいです。翔平がやっていることは驚異的以外の何者でもありません、と大谷選手のズバ抜けたスピードについて語りました。今シーズンに日本人メジャーリーガー歴代最多となる59盗塁を達成した大谷選手ですが、ブーン監督は以前から大谷選手の速さに脅威を感じていたようです。そして大谷選手のワールドシリーズ出場が決まった時、一番喜んでいたのはブーン監督でした。翔平がワールドシリーズに来る前から素晴らしい才能を持っているということは全員知っていたと思います。そして翔平はその才能を証明してみせたのです。一ファンとして翔平を見てきた人間として、翔平がワールドシリーズに出場することはとても嬉しいです。そして私自身もこれまで翔平と戦うたびに彼の能力に敬服してきましたが、今年は翔平がドジャースの一員として素晴らしいシーズンを送り、ワールドシリーズという大舞台に立つのです。これは野球界だけでなくスポーツ界にとっても素晴らしいことです。翔平との対決を楽しみにしています。ブーン監督はワールドシリーズで大谷選手と対戦することを心待ちにしていたようです。そんなことあるごとに自分のことをリスペクトしているブーン監督に対し、大谷選手も大いに敬意を示していました。6月9日に敵地で行われたヤンキース戦の際、大谷選手は第1打席に入るとき、ヘルメットのつばを持ってブーン監督に挨拶をしたのです。大谷選手のこの行動は毎試合相手監督に対して行っているルーティーンなのですが、驚くべきことは大谷選手から挨拶をされたブーン監督が大谷選手に対し拳を突き出したのです。ブーン監督の行動はまるで味方にグータッチをするかのような仕草でした。大谷選手はブーン監督にとって相手選手ではありますが、大谷選手を祝福するかのようなブーン監督の行動に SNS 上では、ブーン監督、翔平の挨拶にいい反応してる、お互いリスペクトし合ってることが伝わってくる、と称賛の声が相次ぎました。また大谷選手はワールドシリーズ中にもブーン監督にひときわ敬意を表していました。10月26日に行われたワールドシリーズ第1戦の前に行われたセレモニーでは、大谷選手の名前がアナウンスされるとひときわ大きな歓声が沸き起こり、笑顔でグラウンドに登場した大谷選手はチームメイトやロバーツ監督とグータッチやハグを交わした後、ブーン監督の方を向いて帽子のつばを持って敬意を示したのです。さらに10月29日に行われた第3戦、怪我をして先頭で打席に入った大谷選手はブーン監督に恒例の挨拶をします。この日は強行出場したということもあり、ブーン監督への挨拶には自分は大丈夫という意味を込めていたのかもしれません。こうした敵味方関係なく相手を尊敬する姿勢を忘れない大谷選手だからこそ、味方だけでなく敵将からも愛されるのでしょう。こうして43年ぶりにワールドシリーズで行われたドジャース対ヤンキースの念願の対決は、大谷選手の勝利への執着から始まり、感動的なフリーマン選手のホームラン、そしてブーン監督の懐の深さを知ることができた魅力的で素晴らしい対戦となりました。無事ワールドシリーズを終えた大谷選手ですが、やはり心配されるのは怪我の状況です。外れかかった関節が元に戻ったものや、関節が外れても自分で戻したものを亜脱臼と呼ぶことが多いのですが、亜脱臼になると関節内は出血し腫れもあるため、
1週間安静にすることが普通です。左打者なら左肩を亜脱臼した場合はどれだけ早くても 3,4 日は安静にする必要がありますが、これでも早すぎるくらいだそうで、大谷選手が怪我をしてからの全試合出場はまさしく強行出場といえます。しかしオフシーズンに入りゆっくり療養できる状況になったことからも、来シーズンでは大谷選手の活躍をお目にかかることができるはず。そんな思いがけないアクシデントもありましたが、11月22日に発表された MVP では見事大谷選手が選ばれ、日本人メジャーリーガー初の2度目の受賞という喜ばしい知らせもありました。こうして最後の最後まで私たちを楽しませ感動を与えてくれた大谷選手、来シーズンでの大谷選手の活躍がより楽しみですね。今回は大谷選手とブーン監督の関係について解説しました。ぜひ動画の感想はコメントで教えてください。次の動画が気になる方は高評価とチャンネル登録をお願いします。